皆さんこんにちは、日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実戦実況解説の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速今回も対局していきたいと思います。10分切れ負けでね、今回音声は香川真央女流三段に設定してあります。あなたが後手です。はい、今回後手番ですね。相手の方二段の方で早繰り銀が得意戦法ということでした。じゃあ3-4、さあどうしましょうかね。ちょっと振り飛車の将棋がついてる気がするので、ちょっとね、横太りみたいな戦型いってみますか。あ、ちょっと角交換ですね。ああ、そうか、相手の方早繰り銀が得意戦法ということなので、もしかして早繰り銀なんかをね狙ってるかもしれないですね。まあ角交換になりまして、これね、一手ね得した形になってます。私の方が先手番みたいなね、角を交換すると、まあ、こういう感じに、ねなりやすいです。あの一手ね、さっき交換した側が、ね、一手損するので、はい、やっぱりね3六歩でした。これ早繰り銀という形になりそうですね、うん、私の方はこう6四から6三銀で、あ、3七桂ですか。ちょっとまた違った手になりましたね。どうしようかな。まあこれ、まあそうですね、銀上がって受けますか。これね、4五桂とね飛んでくる形一応あるので、うん、まあ、腰掛け銀の将棋になりそうですね。はい。これね、最近ね、腰掛け銀は、まあ、最近というか、まあ、ずっと流行はしてるんですけど、こうね、まあ、そうか。まあ、この形いろいろあるんですよね。ちょっとこの辺、まあ、解説しだすとキリがないんですけれども。ね、これ流行ってんですよ、こうね。私も飛車引いてる。まあ、旧式ですと5二金なんですけど、まあ同じように引いてみます。これね、すごく、まあちょっと強い方だったらね、もう、あ、この形かと思われると思うんですけど、こうね、角換わりのこう、2九飛車、まあ8飛車ですか、まあ2九飛車、6二金丸4八金っていうんですかね、この形がものすごいね、今流行してますよね。うん。まあ、戦後似たような形になるんですけど。これね、私が後手番でスタートしてるんですけれども、序盤で相手の方の方から角を交換したことで、先後が入れ替わってる格好ですね。うん。まあ、そして相手の方は非常に強い方ですね。こうね、手待ち作戦ですね。これほんと説明するのが難しいんですけど、こう。まあ、考え方としては、まあ、形を崩さずにね、自分の方の形を崩さずに待機してね、誘うということです。これちょっとね、難しい将棋になりましたね。まあ、有段者の方ですとね、あ、この形かと思うんですけど、初級の方はね、こう、ね、今、王様寄ったり、行ったり来たりね、何をやってるのかなと思われると思うので、まあ、どうしても王様入ってますか。これね、まあ、ちょっと どう解説すればいいのか難しいところではあります。ね、こうね、手待ちなんですよ。うん。こういう指し方はね、どうするか。どうしますかね、ほんといろんな指し方なんですよ。攻める手もあるし、まあじっくり指してみますかね。まあ、ほんといろんな指し方あるんですよ。攻めてもいいんですけど、うん、まあ、ちょっと分かりやすく指してみます。こうね、じゃあこう相手の方待機してるんで、私の方はね形を良くして指すという感じで、まあ、ちょっと消極的とも言えます。こうね、6五歩とね仕掛ける形がじゃあなので、もうですね、ひたすら相手の方待機ですね。なので私の方ね、相手の方待機してるので、少しずつねいい形に組んでいこうということですね。こうついて、うん、ね、まあ、この辺私の方は何をやってるかというと、相手の方がこう動いてこない形なので、ちょっとずつポイントを上げようということで、はい、指しております。いや、渋いですね、相手の方、本当にこれはね相当渋いですよ。どうしようかな。まあいろんなここもね、いろいろあるんですけどね、下を、難しいです。まあ、銀を出てね、攻めていく手もありますね。どうしますかね、わかりやすく言ってみますか。これちょっとね、無理かもしれないですけど、せっかくなんでね、こういう方がわかりやすいと思うんです ね。あ、対抗してきました。さあどうしよう、じゃあ角を投入してみますか。これちょっとね、まあよく言えば積極的、まあ場合によってはちょっと無理筋になるかもしれないですね。これね、5四歩といこうということです。結構こう途中で6七銀って引いてからは中央に狙いをつけたということです。まあこれ後ほど解説できればいいと思うんですけど、
まあこう10手ぐらい前のね局面と比べると、こう銀を追い返してこう中央を攻めるというねテーマがはっきりしてるので、まあ非常にね分かりやすいけど、まあこれ金をね逃げて5四歩に取れるようにしたんですね。で私もこう3五歩と取ります。で同角、まあこれ1五歩同同けどめっちゃ手もあったですね。これは3五歩同角で一歩ね取って、なんか一応3五歩と1五歩という手もありましたがね、今ねどんどん攻めていくのと、まあ、相手の方はちょっと守備がね得意な方かもしれないですね。若干こう守りに重視し、あ攻めてきました。これ3四歩打ちたいですね一発ね。ここは大きな拠点になるので、どうですか。まあ難しいですね。私の方もこう銀がね伸びきってるとも言えるのでね、まあ、取ってみますか。取ると4五歩かな、うん、そうですね。さあここでいよいよね本格的な戦いになっていきます。私もね相手の方がね角持ってるんでね、あんまりこう楽観してるとね、その角を生かして攻めてこられますね。どうしますかね。難しいです。めちゃくちゃ一度行ってみようかな。こう5九の飛車がねまだ働いてないか、今飛車が向き合ってるのでね、その辺をどうするか。で1三歩でな、これはね、まあ角を最大限に生かしたいということですね、私の方は。はい。まあ、どうなんでしょうね。これ何をやってるかというと、まあちょっと香車をこう角のね、あれに入れておいて、まあこれ次に2五桂とかね、1二歩で攻めていこうということです。まあ1二歩と打ってね、歩でいけるのが一番いいですし、スピードが足らないなと思ったら2五桂でね、攻めていこうってことですね。まあ、ただこの辺も手にがついてるんでね、私の方も簡単ではないです。これね、やっぱ、こう、矢倉なんですけど、矢倉の形なんですけど、金がね、こう4八に離れてますし、まあ、角を持たれてるってことですね、一番は。角を持たれてるのでね、それほどね、簡単ではないんですよ。うん。まあ、この辺がちょっと普通、例えば私なんかね、矢倉がすごい好きなんですけど、角代わりのこういう、まあ、矢倉系の形とね、あの、普通のっていうか、こう、ね、ガイアグラの形と同じように考えちゃうと硬さが全然違うのでね、注意が必要です。まあ、特にねこの5九の飛車も近いですから条件がね悪いんですよね、うん、さあどうしますかね。2五桂と飛ぶか1二歩と打っていくか、どっちがいいですかね。1二歩はちょっと王者すぎますかね1二歩と打って勝てればね一番いいんですけど、ちょっと王者の手すぎるかな。まあ2五桂と飛べばね、まあ1三桂だけ早くね攻めますけど、まだ1二歩で行ってみますかね、せっかくなんで。まあ1二歩と打つと敵か、あの、着実に攻めれるんで、その間ね、私の自陣がどんぐらい攻められるかっていう勝負になります。ちょっと危険かもしれないですけど、打ってみましょう。これね、着実で、まあもし2二玉と上がってくれると、まあそれだけで2五桂でね、得になります。王様がね、近づいてくれるんで。もっと言うと、2二角と打ってくるともっといいですよね。2二角と打ってくると、こう、自分の王様の方が緩和されるんでね。ただね、こう、1二歩、1一歩成っていうのが、まあ、遅い手なのでね、これ怖いんですよ。こうバラバラになりされますから、なんか前手があるとね、参っちゃいますね。まあ、成り捨てのところはいろんな手があったと思います。6五桂とか、まあ、もっと言うと6七角とかね。もっと、まあ、もっと激しく来る手もあるところですね。ただ、こう、陣形を乱して何かね、そうですね、こういう手ですよね。嫌な手ですよね。これ同玉かな、同玉と取ってしまいますか、思い切ってね、うん、怖いですよね。まあ常に相手の方角持ってるんでね、それだけを気をつけてどこに打たれるか。まあ、3六歩みたいな手もね一応ありますね、これね、こういう揺さぶりをかけて2五桂なら3七歩成同金4八角みたいなね、うん、お手伝いみたいに見えるんですけどね、3六歩って打って2五桂止まれて、ああすごいお手伝い止まれるんですけど、それで3七歩成となると同金なら4八角、そうですね、打たれましたね、強い方ですね。さあこれ迷うんですよね。同銀と取るか、桂馬を飛んで歩を成って、歩を成って、同金がね、歩を出して、まあ、攻め合いでいくか、まあ、同銀で丁寧に対応してみますか。ちょっと怖いですよね、駒が下がって。これ、銀が下がらせることによって、まあ、この銀がまた浮き駒になりますかね。まっすぐ、まあ、打てないですけど、ここにね、もうぼやっと角打つような筋も見えますしね。うん。私の方は、こう、11歩成が来るまでは、まあ、辛抱というかね、11歩成が来るまで、まあ、ちょっと、頑張って持たないかもね、自分の王様をね、まあ持ってくれないかなってとこですね。でも怖いですよね、こうバンバン攻めていきますから、相手の方。これ迷いますね、同銀もありますし、同金もありますし、悩ましい、非常に悩ましいですね。
同金かな。はい、同金取ってみましょう。まあ同金もあるとこですけどね。8五歩とか打ってくるんですかね。あ、6四銀ですか。まあ、これはさすがにもう対応できないですね。銀が出てきたんで、もう歩になって攻め合いになります。まあ次もう一手でね、王手がとりあえずいきます。まあ6五歩、7七銀、6七五銀って感じですかね。これね、まあ実戦で指すのはやっぱりね、勇気がいりますよね。まあそうですね、飛車使ってきました。まあこれは桂馬をとりあえずいただいて、あ、同玉ですか。これは角なるかな。ちょっと待ってくださいね。桂飛ぶ手もありますね。こういうとこ慎重にしないでですね、喜んでバサッていってね、考えるよりは。桂馬を一回、桂馬を飛んでじっくり攻めるとこし、角なると金寄ろうってことですかね。まあそれでも桂飛んじゃっても結構きついですけどね。取ってくるなる、まあ、それでいけそうかな。玉寄って桂馬打って、はい、まあ角なりますか。うん、まあ現状まだね、こう怖いですけど、現状まだね大丈夫なので、桂馬を取りまして、あ、そちらを受けてきましたか。あ、腰の重い手ですね。なるほど。どうなんだろう、ん、強者を走る。ああ、そうですか。それはなかなか腰の入った手ですね。うんうん、どうしましょう。何か決め手がありそうですけどね。これ2三1玉か2、ね、4一玉と脱走しようっていう手もやってますね。強者を走る、まあ強を走る、同期同強なり、うーん、どうだろう。取る、ちょっと変な手かな。取ってきて、いやいやいや、桂馬打つ、迷いますね。ちょっと考えますね、慎重に。香車を、まあ、取る手もある。残り4分ですか。まあ、牽制は優勢なんですけどね。どう攻めるか。香を走るのが自然かな。取って同香成香、玉寄って成香寄って、まあ、歩なって取って成香寄って、玉寄ってってね、どんどん逃げてこようってことですかね。それで追っかけちゃって本当に、まあ、自然に攻めますかね。まあ大丈夫かな、わかんない。ちょっともっといい状態で攻めようかもしれないですけど、自然に攻めてみます。まあこれで強なりでね、多分これ王様がね、どんどん逃げてくるんですよ、これね。うん、そうですね。で、こうなって、これ金打った方がいいかな。金打って、まあ、金打ってみますか、こうね、強力体制で。こうね、王様4一から脱走しそうだったので、挟み撃ちの格好に。銀引きですか。アクロバティックですね。なるほど。取って桂なる、桂なる、取る、桂打つ、金打つ。ああ、まあいろいろ、まあ取ってなるのが一番いいかな。王様ゴロ取っとかな。まあ相手の方、あ、同飛車ですか。これ桂なって、相手の方も粘り強いですね。うん、まあ私の方も気をつけなきゃいけないですよ、これね。常に角2枚飛び道具持ってますから、はい、会長に住んで喜んでるとね、なんか両取りとか食らっちゃうこともありますからね。まあ、これちょっと怖いですね。こうラインに入ってるんで、その辺気をつけないと。まあ4人銀で打てば飛車が取れたんですけど、うん、でこの方がね、王様逃がさないので、まあこう上からね、こう王様に対して上から攻めるっていうのがね、急所です。これ3三桂と打って積み形になりましたね。はい、ありがとうございました。厳しい戦いでした。はい、いかがだったでしょうか。まあアマチュアの方にね、よく角割り腰がないんで難しいですねなんて言われることが多いんですけれども、まさにね、ちょっと言って言ってのが意味がね、難しいような将棋になったので、解説編の方でゆっくりね、解説序盤序中盤のね、手を解説していければなと思っております。はい、このチャンネルが良かった、この番組良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた解説編の方で、さようなら。